どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入 100% 増量キャンペーンがね来ておりますので、こちらの解説ですねやっていきたいなというふうに思います。ということで、またまたね、ヒルトンポイント購入 100% 増量キャンペーンがね、来ましたね。私がね、情報チェックしている感じだと、だいたいね、3、4ヶ月に1回ぐらいのペースでね、この 100% 増量キャンペーンっていうのが来ているっていう風になりますんで、ヒルトンホテルポイントね、いつでも購入はね、することができるわけなんですけども、まあ、このぐらいの周期でね、この 100% 増量キャンペーンもね、狂っていた味になっておりますので、もしね、ポイント欲しいなっていう時にですね、ちょっとね、待てるようであればですね、これ増量キャンペーンね、待っていただければなというふうに思います。でですね、私に来ているのは、ヒルトンホテルポイントの 100% 増量キャンペーンということで、今回ね、1万ポイント以上購入していただくと、まあ、100% ボーナスということで、1万ポイントがね、もらえる感じになるわけなんですけども、こちらね、人によってはですね、50% 割引キャンペーンでね、来ている方も、中にはね、こちらターゲットオファーみたいな感じだと思うんですけども、来ている方ね、いらっしゃるっていう風になりますんで、ぜひね、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、そちらね、チェックしていただくのとですね、このターゲットオファーに関してはですね、もしかしたら、ヒルトンからね、メールで来ている人だけっていった形になるかもしれませんので、ヒルトンから来ているメールもですね、ぜひねチェックしていただければなというふうに思います。でですね、今回私の方に来ているのは 100% 増量キャンペーンというふうになっておりますので、こちらね解説していきたいなというふうに思いますので、先日ねレビュー動画を出させていただいた6京都ね、皆さん見ていただけましたでしょうかね。とてもいいホテルだったわけなんですけども、まあ、こちらね、宿泊を検討されている方、またですね、ヒルトンホテルポイントね、購入検討されている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思います。それではですね、まずキャンペーンの詳細ですね、いきたいと思うんですけども、100% 増量キャンペーンということで、期間がですね、2021年10月13日の14時からですね、2021年12月8日13時59分ということで、こちらね、日本時間に直してあります。で、公式サイトね、概要欄に載せておきますけども、ちょっとね、公式サイトにね、記載があるのが、米国東部時間になっておりますので、こちら日本時間にね、直した時間がこちらになるっていう風になりますんで、ちょっとね、時間違いますので、この点はね、注意してください。でですね、キャンペーン自体は12月8日の13時59分までね、やっているわけなんですけども、一応ね、ギリギリに購入するのはね、基本的にお勧めできないっていう風になりますんで、できればですね、12月7日までにですね、購入ね、しといていただければなと思います。で、公式サイトはね、先ほども言った通り、概要欄にね、載せておきます。で、今回のね、100% 増量キャンペーンなんですけども、この 100% 増量ね、受けるにはですね、1万ポイント以上ね、購入していただかないと、この 100% 増量っていうのはね、されないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。またね、ヒルトンホテルポイントっていうのは、1年間のね、購入上限っていうのがね、ありまして、1年間に16万ポイントまでしかね、購入することができないっていう風になりますんで、2021年入ってからですね、16万ポイントね、購入されている方はですね、今回ね、購入することができないっていった形になります。またですね、今回のこのキャンペーンでポイント購入された方のポイント付与時期に関しては購入後48時間以内にね、付与っていった形になります。ということで、今回のね、このヒルトンポイント 100% 増量キャンペーンに関しては12月の8日までということで、かなりね、長い期間やっているキャンペーンという風になりますんで、じっくりね、検討してからね、購入していただければなと思います。でですね、特段のね、注意事項はまあないわけなんですけども、まあ強いて言うならですね、キャンペーンのね、特典が1万ポイント以上ね、購入していただかないと、この 100% 増量っていうのはね、もらえないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。それでは次にですね、今回ね、ヒルトンホテルポイントの1ポイントの価格についてなんですけども、私の方でね、ちょっと調べさせていただきました。で、こちらの動画をね、撮影させていただいているのが10月の15日の日付が変わったぐらいっていう風になっているわけなんですけども、今のね、ドル円のレートはですね、1ドル 113.70 円ということで、こちらの価格でね、計算させていただいております。で、1万ポイントのね、ところを見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、今回ね、100% ボーナスということで、1万ポイントを購入していただく
くとボーナスでね1万ポイントがつくというふうになりますんで、合計2万ポイントが100ドルでね購入することができます。でこの100ドルをですね1ドル 113.70 円でね計算させていただくと11370円というふうになりますので、ここにですね外貨決済手数料ですね、ヒルトンホテルポイントのね購入っていうのは外貨の決済っていうふうになりますんで、もしねヒルトンアメックスでね決済した場合に関しては2% の手数料がねかかるっていう風になりますんで、これを入れるとですね11597円になります。でこの 2% の外貨決済手数料に関してなんですけども、まあ、こちらはねカード会社によってこの外貨決済手数料は異なるっていう風になりますんで、一応ヒルトンアメックスのね利用した場合のね金額を記載しておりますけども、こちらはカードによってですね金額はね変わってくるっていう形になります。でですね1ポイントの価格に関してなんですけども、こちら 100% ボーナスをね受け取った状態で1ポイントの価格は 0.579 円っていう形になります。ですので今後ですねヒルトンホテルポイントを宿泊したいっていう時にですね、ポイントでね宿泊する時に1ポイントはね 0.579 円、まあ1ポイント 0.58 円以上でね利用することができればですね、お得にね利用することができるっていう形になるんですよね。で今回のねヒルトンホテルポイントなんですけども、前回がね8月ぐらいにねあったわけなんですけども、その頃よりですねまあ皆さんニュースとかでね見られてる方も多いかなと思うんですけども、今ね円安に進んでるんですよね。ですんでポイント自体はですねちょっとね購入単価がねまあちょっとだけなんですけども上がってるって言った形になるんですよね。本当にね1年前とかに比べると結構上がってるんですよね。1円以上ね上がってるっていう風になりますんで、まあ、このままねどんどん円安がね進んでいくんですかね。このポイント系のね購入は全部外貨決済になるんで、為替レートのね影響を受けるっていう風になりますんで、ちょっとね心配な部分もねありますよね。それでは次にですね、私の方でねちょっとポチポチね検索させていただいたわけなんですけども、ヒルトンホテルをポイントでね宿泊しようと思った場合ですね、ヒルトンホテルっていうのはマリオットボンボイポイントとは違って、ヒルトンはねホテル宿泊する際の必要ポイントっていうのが変動制になってるんですよね。マリオットボンボイの場合はシーズン制ということで、カテゴリーによってですね何ポイントから何ポイントまでの間でね必要ポイントがね決められているわけなんですけども、ヒルトンに関してはですね平日と週末またね繁忙期でこの必要ポイントっていうのがね違うっていう風になってるんですよね。で私の方でね調べさせていただいた結果がこちらっていう風になっておりまして、まずこちらはですね2021年の10月の土日でね検索した場合のヒルトンホテルポイントの必要ポイント数っていう風になるわけなんですけども、まあこちらもですね、日付や検索したタイミングによってですね、変動する可能性もね、全然ありますので、まあ参考程度にね、見ていただければなと思うんですけども、こういった感じになってるんですよね。でですね、一番見ていただきたいのは、一番右の列ですね、1ポイントの利用価格ということで、今回のね、ヒルトンホテルポイント購入 100% 増量キャンペーンに関しては、1ポイントね、0.58 円以上でね、利用することができれば、まあ、お得っていう風になりますんで、こちらね土日で利用しようと思った場合ですね、この赤枠がついているヒルトン成田もしくは LXR 京都もしくはヒルトン福岡、まあ、この3つぐらいでしかですねお得にね利用することができないっていった形になってるんですよね。ちょっとね検索してかなりびっくりしたんですけども、まあ土日に関してはですねなかなかね今回の増量キャンペーンでポイントを購入していただいて利用する場合ですね、お得に利用するっていうのはねかなり限られたホテルになるっていう形になるんですよね。ですんでねこの点はね本当に注意してください。それでは次にですね繁忙期のね一例として2021年の大晦日でね検索させていただきました。まあ検索したホテルはね同じなんですけども、大晦日ということでホテル価格ねかなり高いんですよね。でそれをねポイントで宿泊しようと思った場合ですね、結構ねお得に利用することができるって形になっておりまして、こちらもね一番右の列ですね1ポイントの利用価格っていうところをね見ていただきたいんですけども、赤枠はね結構多いというふうに思うんですけども、こちらに関してはですねこの 0.58 円以上でね利用することができ
できるホテルっていう風になっておりますんで、お得に利用することができます。まあ特にですね、私が検索したところだとですね、コンラッド東京であったり、ヒルトン成田、またね、ヒルトン福岡、あとヒルトン沖縄接続ですね、まあこちらもですね、1ポイント1円以上でね、利用することができるっていう形になっておりますんで、個人的にはね、ここら辺で利用していただくのはですね、かなりいいのではないのかなというふうに思います。まあこちらね、2枚ね、見ていただきましたけども、まあ基本的にね、ヒルトンホテルポイントをね、購入して利用していただくのをね、お勧めできるのは、本当にね、繁忙期でね、利用される方、まあ大晦日であったりですね、また夏休みとか、お盆とかね、まあ基本的に宿泊料金がね、高くなる時期ですね。このタイミングで利用する方であればですね、ポイントを購入していただいて利用していただくっていうのはね、いいのかなというふうに思うわけなんですけども、普通のね、週末で利用するってなるとですね、本当にね、おすすめできるのは、6京都ですね。普通のね、週末であってもこちらだとね、0.9 円とかでね、利用することができるっていう風になっておりますんで、お得に利用することができるって形になってるわけなんですけども、まあね、この表を見ていただければね、わかる通りね、お得にね、利用できるホテルはね、限られるって形になります。まあ、もしくはですね、ヒルトン長崎ですね。まあ、こちらはね、この表ではね、0.53 円になってるわけなんですけども、まあ、こちらに関してはですね、まだね、開業しておりませんので、11月の1日にね、こちら、ヒルトン長崎ね、開業するっていう風になりますんで、まあ、できたばかりということでね、かなりね、綺麗だと思いますので、こちらでね、利用していただくのはね、まあいいのではないのかなっていうふうに思いますかね。ということで今回ですね、ヒルトンホテルポイント購入 100% 増量キャンペーンをね、解説させていただいたわけなんですけども、まあヒルトンホテルポイントっていうのはですね、本当にね、必要ホテルポイントはね、変動制っていうふうになりますんで、ここはね、ちょっとね、使いづらい部分ではあるかなっていうふうに思うわけなんですけども、本当にね、6京都はね、なんで9万5千ポイントでね、宿泊できるのか、未だに謎ですね。ここね、私が宿泊した時も、同じね、5万5千ぐらいだったんですよね、宿泊価格。で、実際にはまあ、プレミアムデラックスルームにアップグレードね、していただいたので、12、3万ぐらいのね、部屋にアップグレードしていただいたわけなんですけども、元々のね、ホテル価格がかなりね、高いにもかかわらず、9万5千ポイントでね、抑えられているっていうのはね、かなり驚きですよね。予約開始した時にですね、6強とね、9万5千ポイント予約できるぞ、みたいな感じで話題になってですね、私もその時に、予約ね、取らせていただいたわけなんですけども、その後ね、すぐポイントすごい上がるのかなと思ったら、そのまま継続してね、今も9万5千ポイントで宿泊できるっていう風になりますんで、もしかしたらですね、まだオープンして間もないので、客寄せのためにですね、このポイントでね、セーブされているのかもしれないですよね。もうね、ずーっと9万5千ポイントでね、宿泊予約できるっていう風になりますし、またね、これ以上のポイントにもならないんですよね。まあ、上がってもいいかなっていう風に思うところなんですけども、ここはね、上がらないっていうのを見るとですね、何かね、別の理由はね、あるんじゃないかなっていう風にちょっと思いますよね。でですね、途中でね、言い忘れましたけども、ヒルトンホテルポイントをね、購入する場合、ヒルトンアメックスクレジットカードありますよね。こちらのクレジットカードですね、プレミアムカードと一般カードね、ありますけども、こちらでね、ヒルトンホテルポイントを購入していただくと、ボーナスポイントがね、つくかどうかっていう話なんですけども、こちらね、以前の動画でも話したと思うんですけども、一度ね、試させていただきましたけども、ヒルトンアメックスでね、ヒルトンポイント購入しても、ボーナスポイントはね、付与されないっていう風になりますんで、普通のね、100円につき2ポイント、もしくは3ポイント、まあこちらでね、付与されるっていう風になりますんで、この点もね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなという風に思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオドボムを経ているヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいてますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。